レオエリック・バラッカーは、アイルランドの政治家、医師。統一アイルランド党所属の国会議員、統一アイルランド党党首、防衛大臣、社会保護大臣、保健大臣、運輸、観光、スポーツ大臣、アイルランド首相。現職の企業、貿易、雇用大臣、アイルランド副首相である。連立与党内の合意により、2022年12月より、 再び首相を務める予定。ダブリン出身であり、ダブリン大学トリニティカレッジで医学を学んだ。コンサルタントではない病院の医師として、数年を過ごし、2010年に総合診療医の資格を取得した。2004年に統一アイルランド等に入党し、ダブリン県に位置するフィンガル市議会の議員となり、後に副市長を務めた。2007年には、初当選を果たした。 その後、ケニー政権の下で2011年から2014年まで、運輸、観光、スポーツ大臣、2014年から2016年まで、保健大臣、2016年から2017年まで、社会保護大臣を務めた。2015年の同性婚の国民投票の際、バラッカーは、同性愛者であることをカミングアウトしたアイルランドで、初めての大臣となった。 2017年5月、エムダ・ケニーは首相権統一アイルランド党党首を辞任することを発表した。バラッカーは公認として党首選挙に立ち、多くの党員がサイモン・コーブニーに投票したものの、ウラクタスでは大差で勝利し、6月2日に党首に選出された。その12日後には38歳という最年少で党首に就任した。 同性愛者であることを公表しているアイルランドでは、初、世界で4番目となる。また、インド出身の移民者が、首相になるのは同国にとって初めてだった。2020年、バラッカーは2月に行われた、総選挙を招集した。2019年の世論調査では、統一アイルランド等に、有利な結果が示唆されていたが、バラッカーは、イギリスの欧州連合離脱交渉での扱いに、 注目していたが、統一アイルランド党は、最終的に、議席数と得票数でフィアナホイール、共和党とシンフェイン党に次ぐ3位となった。2020年2月8日執行の総選挙で、統一アイルランド党は35議席で、第3党にとどまり、バラッカー政権は退陣する見通しとなった。その後の新政権をめぐる交渉は長期化し、同年6月15日に統一アイルランド党は、 共和党、緑の党との連立政権受立で合意。2022年12月まで共和党のミホル・マーティン党首が首相を務め、以降はバラッカーが再び務めることとなった。2020年には新型コロナウイルス感染症の流行を受けて3月に医師として再登録し、週1回のシフト勤務で医療現場に復帰している。1979年1月18日、 ダブリンのロタンダ病院にて生まれる。父親はインドのボンベイで生まれ、1960年代に医師としてイギリスに渡った。母親はウォーターフォード県ダンガーバンで生まれ、スラウで看護師として働いていた時に夫に出会った。二人は1971年にイギリスで結婚し、デスターに座住した。三人の子供の長女ソフィーが生まれ、インドに移り住み、 1973年にダブリンに定住する前に二人目の子供のソニアが生まれた。バラッカーはヒンドゥー教の父とカトリックの母の間に生まれたが、両親はカトリック信仰で育てることを決意した。ブランチャーズタウンの聖フランシスザビエル国立学校で教育を受けた。中等教育はアイルランド製公会が運営する全寮制の学校であるパーマースタウンの キングズ病院で受けた。その頃に青年統一アイルランド党に参加した。ダブリン大学トリニティカレッジに入学し、法学を専攻するは後に医学に転校した。大学の青年統一アイルランド党支部で活動し、統一アイルランド党が加盟している青年欧州人民党の副会長を務めた。バラッカーはワシントン DC でアイルランドからの学生を対象とした。 半年間の個人的、職業的能力開発プログラムである WIP に選ばれた。ムンバイの県病院でのインターンシップを終え、2003年に医学部を卒業した。その後、セントジェームス病院とコノリー病院でジュニア医師として数年間勤務した後、2010年に総合診療医の資格を取得した。フィンガル氏議会バラッカーは20歳で医学部の2年生だった時に、 1999年のモルハダート選挙区の地方選挙で落選した。2003年のダブリン県に位置するフィンガル市議会のキャッスルノック選挙区ではシーラ・テリー氏の公認として採用された。2004年の地方選挙では4894票を獲得し、国内で最も高い票を獲得し、初当選を果たした。 国民議会会員2007年の総選挙で国民議会の会員に選出された。当時の野党院内総務エンダケニーは2010年の総選挙で通信、エネルギー、天然資源担当報道官に就任するまで企業、貿易、雇用担当報道官として最前列席議員連に任命した。2011年の総選挙ではバラッカーは8359票を得て、 ドイルエアランに再選された。統一アイルランド党が労働党と連立政権を組んだ時、バラッカーは2011年3月9日に運輸、観光、スポーツ大臣に任命された。バラッカーはスポーツ愛好家として知られておらず、驚きの任命と見られていた。自身は多くの事実を知っているが私はスポーツをしていないと述べた。2011年5月。 世界金融危機によって生じられたアイルランド銀行危機によりバラッカーはアイルランドが2012年に借り入れを再開する可能性は非常に低いとした。二度目の救済措置が必要になることを示唆し国際市場にアイルランドの信頼性に不安を与えた。閣僚の多くは欧州中央銀行と同様にバラッカーの率直さに顔をしかめた。円だけに首相は アイルランド政府が欧州連合や国際通貨基金からのさらなる救済措置を必要としないとの見解を繰り返し、公に経済を中傷しないよう全閣僚に警告したと述べた。バラッカーはこのことについて反応は誇張されていたが、ご引用されていないと述べた。イブニング・ヘラルド氏はバラッカーを失言が多いと繰り返し表現している。2013年5月に日本を訪問した。 ブランチャーズタウンのコノリー病院にてのジョーン・バートン副首相とバラッカー保健大臣2014年7月の内閣改造ではバラッカーはジェームズ・ライリーに代わり保健大臣に就任した2016年の総選挙で国会議員に帰り咲いた。政府形成が遅れたため同年5月まで代理で保健担当を保持していた保健大臣としての最後の行動の一つとして バラッカーは、精神保健医療のためにその年の予算に割り当てられた3500万ユーロから1200万ユーロを削減し、資金は他の場所でよりよく使われる可能性があり、削減は必要であると議会に語った。2016年5月6日、政府形成協議が終了した後、円掛けに首相はバラッカーを社会保護大臣に任命した。同省にいる間、 生活保護詐欺に対するキャンペーンを開始した。レオ・バラッカーは、2017年から2020年まで、第14代首相を務めた。また、2022年12月から復帰する予定である。タリンデジタルサミット2017年6月2日、バラッカーは、サイモン・コーブニーを破り、統一アイルランド党党首に選出された。コーブニーはバラッカーよりも多くの、 統一アイルランド党議員の支持を得ていたが、選挙制度は、より強く党の国会議員の票を過重し、これらはバラッカーを強く支持していた。エンダ・ケニーと同様に、バラッカーは、無党派層の支持とフィアナフォイールの国会議員の棄権に頼って首相の座を支えた。2017年6月14日、57対50の投票で47の棄権を得て首相に任命された。 同性愛者であることを公表している初めてのアイルランド首相となり最年少でもある。しかし、アイルランド政府の最年少首相ではなく、エーモンデ・バレラもマイケル・コリンズも国家成立前の革命政府に就任した時は最年少だった。また、バラッカーはインドとのユーラシアンである初の政府元首でもある。また、統一アイルランド党の地方議会議員が他の議員に引き継がれたのは 初めてのことであった。バラッカーの首相として初めて言ったのは2018年の中絶に関する国民投票を発表することだった。政府はまた低炭素経済を達成するためのロードマップをレイアウトすると述べた。アイルランド警察の内部告発スキャンダルと副首相のフランセス・フィッツジェラルドの役割の結果、政権はほぼ崩壊した。主な野党である共和党は 統一アイルランド党と信頼関係を結んでいたが、副首相の不信任決議案を出すと脅した。この行動は政府を崩壊させ、総選挙を引き起こすことになっていた。何日もの膠着状態にもかかわらず、フィッツジェラルドが総選挙を阻止するために内閣を辞任した後、危機は回避されたが、イギリスの欧州連合離脱交渉におけるアイルランドの立場を危うくする。 可能性があるため、国民のほとんどが望んでいなかったことだった。この直後、バラッカーは、元投主候補者であり、外務貿易大臣のサイモンコブニーを副首相に、ヘザー・ハンフリーズを、ビジネス、企業、イノベーション大臣に、ジョセファ・マディガンを、文化、遺産、ゲール語大臣に任命し、内閣の小規模な入れ替えを行った。フィッツジェラルド危機の直後、バラッカー、 テリーザ・メイ・エイ首相、ジャンクロード・ユンケル欧州委員会委員長が合意した協定に民主統一党のアーリーン・フォスター党首が異議を唱えたため、イギリスの欧州連合離脱協議は暗礁に乗り上がった。バラッカーは、イギリスが合意に達することができなかったことに、驚いたと、失望したと述べた。しかし、州の後半には合意に達した。バラッカーは、イギリスから、 アイルランド共和国と北アイルランドの間に硬直した国境がないことを保証してもらったと述べた。その後、イギリスのウィンストン・チャーチル元首相の言葉を引用して、これで終わりではなく、始まりの終わりだと述べた前に、バラッカーと内閣は会談中に、達成しようとしていた全てのことを達成したと述べた。これらの日の間に取られたアイリッシュタイムズの世論調査では、 バラッカーは53%の支持率を示し、2011年以来、歴代首相としても最高の支持率となり、統一アイルランド党は共和党に11ポイントのリードを示した。政府に対する満足度も41%で、ほぼ10年間で最高となった。アイリッシュタイムズのコラムニスト、パット・リーヒーは、バラッカーが2017年を高みに終えたと主張し、アイリッシュセントラル氏は、 首相の最高の時間と呼んだ。欧州人民党サミットの際のバラッカートメルケル独首相2018年1月の世論調査の支持率は60%に達し、歴代首相で10年ぶりの高水準となった。2018年1月には制限的な妊娠中絶法の自由化を妨げていたアイルランド憲法修正第8条を廃止するための 国民投票が5月に実施されると発表した。可決されれば政府は新たな法律を導入できるようになる。女性は12週までは無制限に妊娠中絶を受けることができ、6ヶ月までは母親の命が危険にさらされている場合は例外とすることが提案されていた。バラッカーは保健大臣としての在職中に困難なケースに遭遇したことで心変わりしたと述べ、 法律の自由化を求める運動を展開すると述べた。国民投票は二1の賛成多数で可決された。バラッカーとトランプ米大統領2019年1月24日、バラッカーはユーロニュースとのインタビューでアイルランドの国境管理をめぐるバックストップに固執していると述べ、イギリスの欧州連合離脱は十分に考え抜かれていない自称行為だと読んだ。また、 北アイルランドの国境問題を解決するために、離脱派が約束したものは、まだ存在しないと述べた。バラッカーは、ブラジルが環境保護を約束しない限り、欧州連合イコールメルコスウール自由貿易協定の批准を拒否すると述べた。ブラジル産牛肉への市場アクセスが拡大し、アマゾン熱帯雨林の森林伐採が増えるのではないかという懸念がある。 バラッカーとトランプ米大統領2020年1月14日、バラッカーは、マイケル D ・ヒギンズ大統領が認めた議会の解散を求め、次回の選挙を2月8日に予定していた。この選挙で統一アイルランド党は12議席を失い、フィアナ・フォイル、共和党、シンフェイン党に次ぐ3位に転落した。バラッカーは選挙運動中、統一アイルランド党とシンフェイン党の連立の 可能性を否定したが、共和党と統一アイルランド党の大連立は可能性として浮上していた。しかし、2月12日、バラッカーは統一アイルランド党が選挙に敗北したことを認め、次期野党院内総務になる可能性が高いことを認めた。統一アイルランド党は国民投票の勝者であるシンフェイン党に政権を形成する最初の機会を与えるために、 一歩下がっても構わないと付け加えた。2月20日、バラッカーは、ヒギンズ大統領に辞表を提出したが、新政権が発足するまでの間、臨時の首相として残った。この間、新型コロナウイルス感染症の流行はアイルランドに上陸した。3月17日の聖パトリックの祝日に先立って、ワシントン DC に滞在中、バラッカーは、翌日からの全ての学校、 大学、保育施設、文化施設の閉鎖、100人以上の屋内での集団集会及び500人以上の屋外での集団集会の中止など、新型コロナウイルスの感染拡大を阻止するための措置を発表した。予定より早めに帰国したバラッカーは、聖パトリックの夜、レオバラッカー首相、TD による放送で国民に向けて演説し、テレビ視聴者にマイホーム主義、 すなわち、ある時点で我々は、高齢者や長期的な病気を抱えている人々に数週間は自宅で過ごすように助言するという概念を紹介した。この演説は、アイルランド史上最も高い視聴率を記録し、これまでの記録である、ザ・レート・レイト賞の特別番組、ザ・レイ・ト・レート、トイ賞を約25%も上回り、世界中に配信された。また、 イギリスの格安航空会社のイージージェットの最高執行責任者であるピーター・ベリューの動作でもある。2020年3月の保健サービス委員会の医療従事者への呼びかけに応じ、バラッカーは医療登録に再登録し、週一で医師として現場に復帰した。2020年6月26日、統一アイルランド党、共和党、緑の党が、 連立政権を組むことで合意したことが発表され、アイルランドの主要に党が一緒に政権を組むのは初めてのこととなった。合意の一環として、共和党党首であるミホール・マーティンは2022年12月まで首相となり、バラッカーは副首相になった。2020年6月26日、統一アイルランド党、フィアナ・ホイール、共和党、緑の党が、 連立政権を組むことで合意したことが発表され、アイルランドの主要に党が一緒に政権を組むのは初めてのこととなった。合意の一環として、共和党党首であるミホール・マーティンは2022年12月まで首相となり、バラッカーは副首相となる。約2年半後に後者は再び首相となる予定。マーティンは6月27日に国民議会の会員によって、 首相として選出され、バラッカーを企業、貿易、雇用大臣及び副首相に任命された。バラッカーはインド出身のアイルランド初の政府指導者であり、インドを何度も訪問している。父の幼少期を過ごしたムンバイの県病院で医学研修を終了した。36歳の誕生日を迎えた2015年1月18日に、 RTE ラジオでのインタビューでゲイであることを公表し、私を定義するものではない。インド人ハーフの政治家でもなく、医者の政治家でもなく、ゲイの政治家でもない。それは私が誰であるかの一部であり、私を定義するものではない。性格の一部だと思うと述べた。バラッカーは同性結婚の国民投票の著名な提唱者であった。 またミゼリコルディア大学病院医師のマシュー・バレットとパートナー関係にある。2019年6月には現代の LGBTQ の社会運動の分水嶺と広く考えられているストーンウォールの反乱の50周年を記念してメールマガジンのクイティはバラッカーをすべてのクイアな人々のための平等、需要、尊厳に向けて社会が動き続けていることを 積極的に保障する先駆者の一人に選出した。バラッカーは、専門のアイルランド語コースを修了し、名前のレオ・デ・バードのためにアイルランド語の形を考案した。1919年以降のアイルランドの政府首脳一覧を見ると、1919年以降の二人のアイルランドの政府首脳、モンデバレラとマイケル・コリンズは、バラッカーよりも年下であることがわかる。しかし、 両方とも1937年の憲法の下でティシャックという名が採用される前であり、実際に国家が1922年12月6日に国際的に認められた存在になった前であった。1919年以降のアイルランドの政府首脳一覧を見ると、1922年8月末までに、 親条約派のシンフェイン党の二人の政府首脳が在職中に死亡していたことがわかる。アーサー・グリフィスとマイケル・コリンズであり、後を継いだのは同じシンフェイン党のウィリアム・コスグレーブで、1923年から1933年までは、クマナゲールとして知られていたが、1933年に二つの小さな政党とが合併し、 1934年から1944年までコスグレーブが率いていたフィナゲールを形成した。しかし、それは1937年の憲法の下でティシャックの称号が採用される前のことであり、1933年にフィナゲールという名称が採用される前のことであり、実際に1922年12月6日に国家が国際的に認められるようになる前のことであった。 ありがとうございます。